気づいたらお母ちゃんになってるウマ娘、ハージもあるよ。ということで今回は、アニメ1期で主人公を務めた日本の総大将、スペシャルウィークさんを紹介します。視聴者の兄貴たちはスペちゃんの育成ははかどってるかな？ちょっと育成難易度は高いけどぜひ育ててみてね。ちなみに今、キングヘイローの育成がガチでクリアできないからアドバイスください。何でもしますから。まあ嘘ですが。素敵な仲間が増えますよ。いや待て、あの孤高のプロフェッサーは。誇れる自分になるために、私、勝ちます！お次はスペシャルウィークさんのプロフィール紹介です。誕生日は5月2日。身長が158cm。体重は微減、カッコレース前で緊張気味。3サイズ D81、W56、H81。CV が脇安美さんです。公式の紹介文では、北海道生まれの素直で明るい頑張り屋。生後すぐに実母を亡くし、その親友である人間の女性の元に預けられた。日本一の馬娘になるは、2人の母に誓った約束。憧れたりくじけたりを繰り返しながら、持ち前のガッツで夢に向かってひた走る、と紹介されています。こちらも母になられば、ブサ法というもの。アニメ1期では主人公を務め、憧れのサイレンス鈴鹿さん目指して頑張ります。スペちゃんと鈴鹿の間に馬ぴょい混ぜたら売れたわ。周囲の相手にズバッという日本の総大将スコスコ侍。これ、アニメ見るまでクソコラだと思ってた人僕だけじゃないよね。一応フォローしておくと、スペちゃんはいいレースをしましょう、と言いたかっただけですから。俺は悪くねえ。あと、大変な食いしん坊であり毎回ご飯の量が正マジく、よくお腹がボケバラになっています。視聴者は兄貴たちは誰の食べ過ぎでのボケバラが好きかな。さて、お次はボイスを聞いてみよう。馬娘名鑑のレベルが上がったみたいですよ。お母ちゃんから野菜がいっぱい届いたんですよ。今度おすす分けしますね。野菜の天ぷら好き。今度またご近所食べ歩きツアーに行きましょうね。近所に行きつけのお店ある。お母ちゃんに勝負服の写真を送ったらすぐ電話が来ました。ツビーって泣いてました。母の相場が。さっきマルセンさんとお話できちゃったんです。やっぱり素敵な方ですね。なんでヤングなトークしてそう。この衣装がいつか日本一の証になるまで私走っていきたいです。よい歌、それでこそ男や。達成済みのミッションがあるみたいですね。よーし、私も頑張らないと。高木も頑張ってるし。トレセン学園って本当に広いです。私そのうち遭難しちゃいそう。ゴルシといても遭難しそう。午前の授業の小テストで赤点取っちゃいました。またグラスちゃんに教わらなきゃ。視聴者は兄貴たちは赤点取ったことある。私たちの夢は日本一の馬娘。一緒に叶えましょうね、トレーナーさん。デキラー。ライバルのみんなと一緒に私必ず強くなります。バトルしようぜ。うわっ、くっ、あれ、なんで最近こんなにくしゃみが出るのかな。花粉症かな。さっきマルセン、昨日ついつい夜中まで鈴鹿さんとおしゃべりしちゃって楽しかったな。こいつら馬ぴょいしたんだ。こんなにいっぱい馬娘さんがいるなんて今でも不思議な気持ちです。スペちゃんのふるさとには他に馬娘がいなかったのよね。馬娘の人口ってどのぐらいなんじゃろ、はい、だからちょっとだけ緊張しちゃう時もありますけど、友達いっぱい作るってお母ちゃんと約束したから頑張ります。スペちゃんならきっとできるわ。うるさ、ここに一人な。友達100人できたらみんなでピクニックに行きたいな。その時は人参サンド一緒に食べましょうね。あげません。え、楽しみにしているわ。うん、占いによるとどうやら、はーい、マルゼンスキーよ。はい、スペシャルウィークです。さて、スペシャルウィークさんは、芝、中距離、長距離、作成は先行、差しが得意です。スペシャルウィークさんの走りを見てみましょうか。すべての馬娘が目指す頂点、日本ダービー。歴史に転籍を残すのは誰だ。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は、ガチャ実装してほしいな。この評価は少し不満か。2番人気は、固有スキルが発動したキングはすごいぞ。1番人気でも普通に負けるのが馬娘の恐ろしいところ。出走の準備が整いました。
娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。僕の後ろキラキラする動作ほんと好き。期待通りの結果を出せるか。一番人気イグシャルウィーク。とりあえず船のサポートはクリークママを借りてマエストロつけてるよ。今回は早めにマエストロを取得できたけど、くれない時は全然くれないよね。スペちゃんも全身全霊くれないし、鋼の石は毎回もらえるけど。最高峰からのレースになりました。11番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。よし見ててね、お母ちゃん。どけ、僕がお母ちゃんだ。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。大胆な作戦は女の子の特権。このまま抜け出さねば。ロサポートというもの。やったぜ、なんか喧嘩。圧倒的ではないか、我が軍は。オーディー君。はあ、やったー、一番です。ブイブイ、この勢いで勝つんだ。この下にいる。やばーよ、いつかれる。一着をマックインに取られちゃう。あげません。末足、よし。大接戦ドローン。どっち、馬どっち。体勢有利か。勝ったのはメジロマックイーン。ションナー。菊の舞台で見事勝利をつかんだ。主力を尽くした消耗戦、勝ったのはメジロマックイーン。一着は逃しちゃいました。でも嬉しいです。しかし、ここからこの敗北を糧にスペさんの快進撃が続きます。ごぼう抜きじゃい。スペシャルウィーク、早い早い、もはや独走状態。200を通過。先頭はスペシャルウィーク、変わらない強い。スペシャルウィーク、足色は衰えない。これが日本の総大将だな。スペシャルウィーク、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。勝ったのはスペシャルウィーク。現役最強の名を見事勝ち取った。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。スペシャルウィーク、花を進む。インスケーションで先行特性が S になってから一気に強くなった気がしますね。実際言うと S でどのぐらい差があるのか知らないけど、白色馬娘博士がコメントで教えてくれるよね。インスケーションで攻撃が出ると激アツですわよ。気持ちいい。やったぞ、投稿者健全馬娘。波に打ち、圧巻の勝利だ。はぁ、やったー、一番です。ここ恋ダンス。雨の日のレース、服がびしょびしょになってるの激しいレース感覚で好き。強すぎる、完全に抜け出した。200を通過、先頭は以前。スペシャルウィーク、ここの食いしばり顔つき。これは強い、スペシャルウィーク、足色は衰えない。勝ったのはスペシャルウィーク。見事な走りで勝利を集中に収めました。ここまで敵なし、もう何も怖くないな。年末最後の大一番を制し、栄光のセンターの座を手に入れた。はあ、やったー、一番です。スペシャルウィーク、先頭はスペシャルウィーク。これはスペちゃんはバランスよく育てるとこんなに強いんだ。ちょっと根性足りてないってタズナさんには言われてるけど。これは強い、しか言えない走り。 URA 準決勝。先頭は宮田の番、果たして抜け出すのは誰だ。よし見ててね、お母ちゃん。本格的なのシューティングスターが発動するとごぼう抜きだな。あとは全身全霊もください。バイバイ。これはスーパースペちゃんですね、間違いない。ゴールイン。
さあ、決勝戦、ここまで敵なしだと決勝も楽勝だろうな。もう何も怖くない。上機嫌だな。高木も頑張ってたし。当選冗談ちゃんのマルゼンスキーとタイオナス今時女子館スキー。今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。東海帝王、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。グランプリ馬娘スペシャルウィーク、日本の総大将火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。高レースが期待できそうです。ここの後ろ警戒チラチラ何度見ても好き。7番さあ激しい先行争いで前に出たのは当選冗談。2番手の位置で先頭を伺うのはハッピーミー。ミークを打診してトレーナーと温泉に行く風潮のある気流園。ミークさんの適正逃げと追い込みダイエーナの強すぎるでしょ。それなのになぜ肝心のステータスは強バランス型なのか。もしかしたら今後タグナさん理論が最強になるアップデートもあるかもしれませんし、根性が足りていませんね。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ、ラストバトル、行くぞー。瞬間、ペちゃんの脳内に溢れ出した存在しない記憶。よーし、見ててね、お母ちゃん。どけ、僕はお母ちゃんだぞ。上がれ上がれ。上がってまいりました、スペシャルウィーク。まくって上がってくるスペシャルウィーク。これブロックされてない。当然冗談、足色は衰えない。当然冗談、ビードは1馬身。食い下がる、成田大進。当然冗談。今一着です。ゴールイン。当選冗談。URA ファイナルズ決勝を制しました。当選冗談ちゃん冗談やめてよ。は、夢か。今日は大事なレース。気を取り直さないと。改めて思いますけど、トレーナーさんのコンテナ能力ってヒントですよね。これがないとやってられないから、すいません許してください。何でもしますから。一番人気スペシャルウィーク。冗談ちゃんの勝負服やっぱりいいですね。秘境者は兄貴たちは誰の勝負服が一番好きかな。ここにいた。ここにいるぞ。マエストロ発動。よし。ところでマエストロって上限突破回復するって本当なのかな。この前の動画コメで結構上限突破回復するしないで意見が真っ二つだったから気になる。さあ先輩、対策会議です。当選状だ。続いてスペシャルウィーク。それを見るように17番少し離れて東海帝王。1馬審査3番少し後ろからライスシャワー。お兄様、自由園温泉炭酸日光がゴーストバスターズ18号。ここは第3コーナー桶狭間ポイント。桶狭間ポイントってなんて呼ばれてるの。競馬好きの視聴者は向きを教えて。成田大進、さらに5番すぐに続いて8番。結構立ち位置はいい感じなのでは。2番手に6番そして最後方10番。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ最後勝負どころさん、ここで抜け出さねば。無作法というもの。曲がれ。スキル名が読めないスキル発動よし。これなんて読んだらいいの。このままいけ。スーエアシー全身全霊で突っ込め。先頭は変わらずスペシャルウィーク。やったぜスペシャルウィーク。見事な走りで勝利を集中に収めました。スペシャルウィーク URA ファイナルズ決勝を制しました。この後お待ちいだ。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。はぁ、やったー、一番です。お母ちゃん見てる。ということで今回はここまで。動画更新のお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい馬娘がいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、君もスペちゃんから最強スキルの全身全霊をもらおうね。あげません。スペちゃんそんなに怒らなくても。あと今回はサクサ兄貴とカルミナスコスコ侍兄貴からファンアートをいただきました。ありがとナス。ではさらばだチェンジ。